てれん。どうも、長記念倉庫の島崎優斗と磯野ゆなこです。あ、ということで、ちょっと今日はご相談がありまして。はい、怖はい怖くない、怖くない。俺とさ、いっちゃん、うん、結婚10周年なのよ。おめでとうございます。ありがとうございます。もうすぐなんだけど、うん、何したらいいと思う？当日ですか？そうです、当日で開けてあんので、なんか遊ぼうとか、うん、あの、うん、まあ、昼二人で遊んで、はい、で幼稚園娘から帰ってきたら、うん、3人でどっか行ってもいいしみたいな、うん、2人で考えてたのね、うん、いっちゃんとね、うん、ちょっと難航しまして、はい、なんか寿司食いてえなとか、うん、カラオケ行きてえなとか、うん、いっちゃんにね、そう、何したいって聞いても、どうしようみたいな。まあそうなりますよね。うん、そう、まあ難しいじゃん結構。しかもなんか特別な日だから。10周年。だからなんか、せっかくだからこう、すごい楽しんでもらいたいなと思って。今まで、2人でやりたくてできてなかったことってないんですか？ディズニーランドホテル泊まりたい。うん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 。ホテルに泊まったことは？俺？ディズニーランドホテル。一人で？うん、違う。まさか一人じゃないと思って聞いてるんですけど、家族ね。家族みんなでディズニーランドはよく行くじゃないですか。まあ、年一ぐらい、うんうん、ホテルはないのか。ホテルない。よくないですか。あ、うん、あ、なるほどね。とかだって多分みんな楽しいもん。確かに泊まりに行くっていう発想なかったわ。なるよ。そう。逆にそういう時じゃないとディズニーランドホテルに泊まります？確かに泊まりません。なんかやっぱりお祝いって感じする、うん、ディズニーランドホテルもまあ一つの方法になるけど、泊まりがけ考えてなかったから。いっちー先輩にサプライズしたらいいんですよ。10周年の感謝の気持ちを、なんかこうとか、こうとか、何これ、なんか何これ、なんか何これ何何でもいいんだけど、じゃじゃーん、気持ちだったり何かをなんかサプライズしたらいいんじゃないですか。何喜んでくれるか、もう全部コーディネートしてくれくれさえ。やだやだ、やだ、責任持てないもん。サプライズとかあります？今までサプライズ、いや、ないと思うね。え、みんなにはよくドッキリはあれだ。ご家庭ではされてないということで。本人がさ、サプライズあんま好きじゃないっていう。そうなんだ。だからそれこそ結婚してくださいみたいなのも、結婚してくださいは欲しいけど、なんか豪華なホテル取っときました、結婚してくださいパカーンは嫌だって前から言ってんの、そういうの。なんか好きそうなのにな、そういう。好きそうだよね。俺も好きかなと思ってさ。待って、ひねちゃんとかどうしてんの？夫婦でなんかお祝い事とか。そんなに盛大なことはやらないし、うん、もっとご飯食べに行くぐらいです。え、結婚何年目？6年か。え、それこそ5年目とかで何かやった？5年目はコロナ禍だったから、家で桃鉄しながらピザパーティーしました。桃鉄ピザパーティーめっちゃ面白いじゃん。でもまあ結婚記念日に泊まりに行った時もありました。あ、でもかなりこれ泊まりいいな。うん、泊まりと美味しいご飯と、うん、なんだろう、なんかそういう時にさ、一部先輩が好きな、うん、なんだ、あつ森の何かを切ってあげるとか、うん、屋根裏とかにこうプレゼント隠しておいて、当日にじゃじゃーん、そう、これからもよろしくね。それでいきましょう。それでいきます。決まった？全然決まってないですよね。さあ、ということで渋谷に来ています。渋谷にある任天堂ショップで、動物の森のグッズね、いろいろ売ってるっぽいので探しに行こうかなと行ってきます。しずえさんと、なんだっけ、たぬきち、これ動物の森のパーカーだ。うちの奥さん寒がりだから、あったかいのがいいんじゃないかな。これど、あー、マグカップ絶対好きだろう。ぬいぐるみ、あ、おかもあんねえか。見つけちゃった、カービィある。うわー、かわいい。はい、買えました。いろいろと買ってきました。なかなかね、僕一人になれる時がなくて、家で今、ね、ちょうど妻が、あの、娘をお風呂入れてくれてるので、この間に中身を先にお見せしようと思います。まずは散々迷ってたこの動物の森パーカー、これは絶対喜ぶと思うけどな。こちら
うちの妻が大好きなハムスケっていうねキャラクターなんですけど、なんかこの間聞いたらねこの子が一番好きだって言ったんですよ。ハムスケのぬいぐるみ買ってきました。はい、こちらハンドタオルですね。ハンドタオル可愛いでしょ、柄がいろんなキャラクターと出てて、であと、はい、こちらもハムスケのペンで、これ青と赤の2色があるペンですね。でこの今のね4つを、まあ、サプライズでですね当日日頃の感謝を込めて渡そうかなと思ったんですけど、さすがに任天堂東京はね誘惑がちょっと強すぎちゃって、じゃんメタナイトぬいぐるみ買っちゃいました。これは自分へのご褒美、ありがとうございます。いやうちねメタナイトないでしょ。メタナイトナイトじゃんじゃんってわかんないよねカービィズイからするともうメタナイトはやっぱ行ってほしいんですよ。だからもうねちょっとどうしてもっつって、どうしてもっつってちょっと買ってきました。それからもう一個だけ、はい、いやこれはねかわいいよということで、当日ね、妻にね、プレゼント4つお渡ししたいと思います。続きをご覧ください。よし、じゃあ残ります。ねいちゃんさ、結婚10周年のトーク動画撮ろうよって言ったじゃん。うん、ちょっと待ってて。なにもう嫌なんだけど。なんだカビ？カビだと思う。うん、だって言うとは人気ここにいたらカビ。任天堂にいたらカービィしか買わないから俺が。結婚10周年の感謝にプレゼントがあります。私に？そう。え？嘘？ありがとうございます。いつも絶対ドッキリだと思う。10年間ありがとう。もう終わりってこと？え？違うよじゃあラインナップを一個ずつ紹介させていただきます。まずね、ちょっと待って、一回ちょっと休憩していい？はい。あのね、心の整理がつかないんだ。嫌なドッキリだと思ったんでしょ？そう、なんかやらされるんだと思ったのと、はい、なんか今までありがとうって、ね、離婚？まあ、いくつかあるから。じゃあまずは、はい、テレン！どうぞ、開けてください。諦めたボールペン。諦めたのなんで？いやなんか諦めた。ボールペンっていっぱいあるしなと思って。はい、こちら。うん。ハムスケ。ハムスケ、そう、私の。ハムスケボールペンになります。いやー。めっちゃ嬉しいんだけど、どうしよう。ランキングナンバーワンでしょ。ナンバーワンですよハムスケが。まあまずはこういうね。うん。まだあるの？はい。まだあります。テレン。あー、かわいい。やだ。ドレミちゃんがいる。わかんないや、どれ見ちゃう。いや、かわいい、もうハンドタオル。あ、ハムスケいる。酸欠になりそう。いや、かわいい。まだあります。では、ラインナップ。すごい、めっちゃナンバー3。はい、テレン。あこれ欲しかったやつなの。欲しかったね、ハムスケ。本当に本当に来ていいですよ。マジで嬉しい。違うんだよ、私さ動物の森が好きすぎて、うん、関連のグッズって実は結構調べてる。あ、そうなんだ、うん、でも見て満足してた。うん、まあ着ないしなとか、そうとかなんか高いしなとか、もったいないよなとか思っちゃって、いつも諦めて見ては満足。だから超嬉しい、これ着るね。しかもさ何がいいって紫なんよ。そうなんだよ、紫好きじゃん。ああいいのあると思って。ちょっとやばい、いや、よかったわ。テンション上がりすぎて、マジやばいんだけど今。こんなに喜んでもらえてよかったわ。いやー、かわいい。これ、マジで嬉しいんだけど、どうしよう。やばい。見て、これ超かわいくない？あー、かわいいよね。かわいいんだけど、どうしよう。いっぱいいる。サイズもちょうど良い感じで。ぴったりだよ。で、これ着て仕事行かないじゃん。行きたいね。行きたいの？楽屋これとかいいな。めっちゃかわいい。これありがとう。やばい。まずちょっとここで箸休めで。じゃないと心臓止まる。俺が。
ね、やっぱりついでなんでこれと、うん、いいよ、スーパービス好きです。どうしてもと思って、自分だけだ。これはずっといないって言ってたよね、メタナイトね。そうなの、うちだからデデデ大王もさ、ワドルディもいいんだけど、うん、メタナイトいないじゃん、買いだろ、買いました。いや、いいと思う。またあそこのラインナップが増えるわけだね、はい、そうなんです、カービィグッズ、かわいいよ。そして、うん、最後に、はい、ナンバー4、ラストです。はい、デレン、あー、いらっしゃい、いらっしゃい、かわいい、かわいい、はぁ、血圧悪い、そうなんだけど、やば、いやねー、かわいい、ということで10周年おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、いや、よろしくお願いします。お願いします。よかったよ、今後ともで。いや、今回ね、多分この出来上がった動画見てくれたら分かるんだけど、うん、あのまず最初にひなちゃんに相談したの。うん、うん、あ、これ今その動画撮ってるのね、もうちょっと今後なんかサプライズはって話で、でもサプライズ嫌いじゃん。うん、あんま好きじゃない。そう、そう、だからなんか動物の森、うん、好きだから、うん、なんか内緒で買っといておいたらいいんじゃないですかって、うんうん、って言われて、うん、それいいな、それでか、ひなちゃんありがとう。いや、ひなちゃん分かってる、ひなちゃん分かってるよね、もうこれ付き合い一番長いからね。いや、これやばいわやばいわどうすっかな、このテンションということで、ドッキリ大成功。いや、こんなドッキリは嬉しいわ。皆さんも任天堂東京で好きなグッズ買ったねー、買ってねー。いや、これマジで嬉しいわ。どうしよう、結婚10周年の我々をよろしくお願いいたします。お願いします。いや、いらっしゃい、いらっしゃい。バックメタナイト、腹筋割れてるか、堕落したポップブランドを私が征服してやる。筋トレって楽しいんだよ、知ってた？筋トレってね、楽しいんだよ。ズバッ、楽しいんだよ。